今日はいつもとはかなり思考の違う内容を動画にしたいと思います。でこちらは実は Windows98 時代に購入したマイクロソフトのサイドワインダーフォースフィードバックホイールと呼ばれるゲームコントローラーです。ホイールの形をしたゲームコントローラーでして、実はこちらフォースフィードバックと言いまして、ハンドルにモーターで力が加わる、ハンドルがこうガタガタこう揺れたりする、そういうですね機能を有しているゲームコントローラーホイールです。実は、まあ、Windows98 時代のものですので、今でも動くかどうかといったところがわからないので、実際に Windows10 マシンにつないでこのホイール型のコントローラーがちゃんと動作するかどうかを確認してみたいと思います。それではサイドワインダーフォースフィードバックを Windows 10PC に USB 接続してみたいと思います。今はですねドライバーを認識しています。はい、ドライバーとして認識されました。 Windows 10PC 上はこのようなアイコンとして認識されています。サイドワインダーフォースフィードバックホイール USB です。今 Windows 10の標準ドライバーでサイドワインダーフォースフィードバックホイールが認識されたということになりますが、正確に動作しているかどうかを見てみたいと思います。ゲームコントローラーの設定の画面の中のプロパティを見るとテスト画面というのがありますので、これでそれぞれのボタンが正常に動作しているかを見てみたいと思います。まず A ボタンの方から見てみたいと思います。 A ボタン光っているの分かるでしょうか。次 B ボタン、 C ボタン、今度は X ボタン、 Y ボタン、 Z ボタン、そして7何番目と8番目については実はこのホイールの裏側にボタンがあります。7番こちらですね、7番8番は右側の方です。さてハードウェアとしては正確に Windows 10でも動作するといったことは分かったんですが、ソフトウェアですね、この中にはモンスタートラックマッドネスと呼ばれるソフトウェアですね、ゲームソフトが入ってますので、まず、これがそもそもインストールできるか、そして動作するかといったことも確認してみたいと思います。ではゲームソフトの方のモンスタートラッカーマッドネス2がインストールできるかどうかを見てみたいと思います。この CD ROM の中のルートディレクトリにあるセットアップエクゼを実行してみたいと思います。ダメですね、このアプリはお使いの PC では実行できませんと表示されます。他のディレクトリの方も覗いてみたいと思います。おそらくこの MTM2 と言われるディレクトリがゲームのソフトウェアのフォルダだと思われますが、こちらの中の
MTM2 ディレクトリの中の、あ、セットアップエグゼありました。こちらの方を実行してみたいと思います。こちらの方は実行可能のようですね。モンスタートラックマッドレス2をスタートしてもいいかい？インストールできそうですね。インストールしてみます。時間の加減もありますので、ちょっと最小インストールにします。どうやらインストールが完了できたようです。ではモンスタートラッカーマッドネス2で少し遊んでみたいと思います。そしてですね、コントローラーの設定を変更する必要がありまして、デフォルトではキーボードになっています。でこれを、ジョイスティックその他に変えて、コントローラーの設定の中でもうフォースフィードバックの仕様を入れておく必要があります。ちょっと、ハンドルがのフォースフィードバックが強く反応するように、ちょっと大げさな値を設定しておきたいと思います。ではこれでやってみたいと思います。わかりますでしょうか。ハンドルが勝手に動いてます。もうスピードがかかってるわけですね。要は、ハンドルにこう衝撃が手に伝わってくる。このようにですね、Windows 10でのこのモンスタートラッカーマッドネス2はですね、正常に動作させることができるということが分かりました。ただですね、私は実はこの Windows98 の時代にこのサイドワインダーフォースフィードバックホイールで動作するソフトウェアっていうのは実は他にも所有しておりまして、こういうですね、ミッドタウンマッドネス2という、これも非常に面白いソフトウェアだったんですが、ゲームソフトだったんですが、まあ、こちらが動くかどうかも確認してみたいと思います。こちらもミッドタウンマッドネス2同様にですね、まず CD ロムのドライブを開けて、この中からセットアップエグゼを実行してみます。
なんとなくこう動きそうな感じですが、インストールします。最小で入れておきます。このミッドタウンマッドネス2は非常に面白いソフトウェアで、街の中をですねこう爆走するような地下鉄の中に入っていたりいろいろできるので、当時は本当に楽しんでおりました。とりあえずこれでセットアップが完了したようですね。じゃあこれアイコンができてるので、これで起動してみます。はい、管理者レベルで権限ログインして再実行してください。でちょっと管理者レベルでちょっとやってみます。管理者として実行、何も起きないですね。ダメですね。はい、このようにですね、マイクロソフトのフォースフィードバックホイールに対応したソフトウェアの中にはですね、インストールはできても実行できないようなものもやっぱあります。サイドワインダーフォースフィードバックホイールの Windows 10での動作のまとめですが、ご覧の通り Windows 10上においてもサイドワインダーフォースフィードバックについてはハードウェアとしては正常に動作するということが分かりました。しかしながらソフトウェアについてはそれぞれのゲームソフトによって Windows 10で正常に動作したり動作しなかったり、でそれについては実際に試してみなければわからないということになります。以上です。